リアって管理釣り場っていうのは非常に簡単に釣れるんです。誰でも釣れる場所なんです。ただ間違った知識とかそこの基本的なものがちゃんとできてないと非常に釣るのが難しい釣り場になってますんで。そうですね、うん、で木村さん、ちょっとクランクでやってもらいたいんだけど、はい、最後にどれ行きましょう。分かりやすいところで私の大好きな三日月っていうクランクがあるんですけどね、はい、これクランクベイト、さっき一瞬で何回かこうまっすぐ糸を張った状態で巻き出すときと糸をちょっと糸的にたるみを作ってこうはわした状態で、まあ、これで巻きます。巻いてください。ネロ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 、まっすぐ巻きますよね。じゃあそれをちょっと意図的にだけどラインカーブで風に流されたような感じでラインを右に落とした状態とかできないかな。ちょっと貸してみます。例えばよくありがちなのはもうここでもうクニュクニュクニュなんてなってる状態で巻くとリールを巻き出してもなかなかルアー動かないですよね。で実際のところを言ったらクランク自体ももう思ったレンジよりも深いところ行ったりとか狙ってるところより曲がっちゃったりとか、それで魚ってマスってまっすぐく追を追ってですね食べる癖があるんですけど、擦れてくるとかシビアになってくるとどういうのを嫌がるかっていうとルアーが右に曲がったり、ルアーが不安定に動いたりイレギュラーとかちょんちょんちょんって動いたりそういったものに擦れてきます。マスは基本的に一定に動くものに反応がいいので、例えば今よりラインの処理ができてなかったりするとルアーが右に行って魚が右に追ったにもかかわらずまたまっすぐ崩れるとその時点で追うのやめちゃうんですよ。だからこれもすごいもったいないんですけど、ルアーが着水と同時に糸がちゃんとベール返してもらっておけば糸がまっすぐになってますから巻き出しと同時に魚を追います。でまっすぐずっとそのまま方向行くのでずっと追ってきてそのうちパクッと食べてくれるっていう状況になるんで、すごく基本的なことなんですけどすごくキーになるところなので、ぜひそれは今日来てもらって話を聞いてもらった人は覚えてもらうと。はい、そうですね。これ私なんだかんだで2年ぐらいずっと釣り続けてるんですけど、まだまだねこれできてない方いて、なんで釣れないんですか、カラーローテーションですか、スプーンですか、重さですかって言われるんですけど、まずは投げた同時にチャンベル返してまっすぐ引いてください。それだけで釣れてます。スプーン以上にその基本的なスプーン自体を生かすためにちゃんとライン処理をするってことがとても大事な釣りなので、それ以上は皆さんの私ピンクが好き、私黒が好き、俺はイエローだ、俺はペレットカラーだっていうんだったら別にそれでいいんですよ。色はその次なんです。まずはそこのところからちょっとやってもらえると楽しいエリアフィッシングがより一層楽しくなる。特にね今日そこらで聞いていただいているお子さんとか女性の方っていうのは非常にそれだけやってもらうだけでそれだけはできると思うので、ぜひそれだけはやってください。